ターニングトルソミルウォーキー美術館、新刊芸術科学都市、チャタット・デルアーツ、アイレシャス、サンティアゴ・カラトラババイス、または、サンティアゴ・カラトラババイスは、スペイン・バレンシア出身の構造家、建築家である。空に生える白色と構造計算を駆使して作り上げた骨や翼を組み合わせたようなフレームをトレードマークにしており、アテネオリンピックのスタジアムを手掛けたほか、 橋梁を多数設計するなど世界各国で活動している。スペインのバレンシアで生まれ、建築学校や美術学校で学んだ後、チューリッヒのチューリッヒ工科大学で土木工学を学び、その後同大学航空学科の助手になる。カラトラバはロベールマイアールやるコルビュジエに影響を受け、特に彼がフランス東部ロンシャンに建てた有機的な形状の ノートルダム・ドゥオーレーハイドーからは建築においてどのようにして複雑な形状が把握され生み出されるのかを精察するきっかけになった。1981年に博士論文スペースフレームの折りたたみの可能性についてを書き終えた後建築家技術者として働き始めた。カラトラバの独特で創造的で非常に影響力の強い建築スタイルは 無数の剥き出しの骨格が調和の取れた相互作用を生み出すような強烈なビジュアルと、それを裏付ける厳格な理論に基づいた構造技術とを組み合わせたものである。彼の作品のいくつかは、自然界から見つけ出した形や構造に基づいており、人間の体のようだと評されることもある。また彼の作品は、建築にとどまらず、橋や人工地盤など、土木の分野にまで広がっている。 また多くの鉄道駅を手掛けており、白くて高い骨組みの下の明るくオープンで迷うことなく、歩けるようなスタイルは高く評価されている。彼は主に建築家、土木技術者として有名だが、画家、彫刻家でもあり、自分の建築の仕事はすべての芸術を一つに組み合わせたものだと述べている。MDN 編集部、一度見たら忘れない奇跡の 建物遺災を放つ世界の名建築 100MDN コーポレーション2017年90ページ ISBN 978から4から844366447ありがとうございます